tous. ここで曹操に撃たれるわけにはいかん。なんとしても皆のもとへ逃げおせぬ。狙うはルールの国ただ一つ。忘れる者は全て切り伏せい。なんだ俺だ。はいはいだ。劉備を逃がせば曹操に抗い武器は必須。今ここでその命脈を断つ。曹操様、劉備は南軍の城を通過した模様です。ザドン、劉備は行くぞ。弱い不動の劉備は進軍を早めよ。劉備に追いつくぞ。劉備無事に逃げられた。私も一匹体勢を整えよう。進軍だ。いざ、かの地へ。敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。目標をかの地に定めよ。一気に落として敵の戦意をくじくのだ。兄者が逃げ切るまでここは通さねえぜ。おめえら覚悟しやがれ。どうぞ。今皆かかれ。奴らを劉備様のもとへ行かせるな。すごいぞ。ぶっ潰してやる。将姫、羨ましいほどの軍勢。このままでは頼りの戦を失うか。わしに任せてください。あんな奴わしが一発でのしてみせます。目覚めよ天使の魂。お任せいたします。我々はあの橋から劉備を追うべきか。劉備が逃走時に跳ね橋を上げた模様。崖上からの追撃は不可能です。ヤスを追うのだ。もう兄者は大丈夫だろうな。こんなところはさっさとずらかるぜ。迷わずながら加勢する。我らが盾となろう。焦っては敵の思うつぼだ。橋の知略が破れようか。お見事、見せつけてくれますな。我が知略一つ進もん。試させてもらおうか。
突出すればどうなるか身をもって知るがいい。王侯爵が相手をし、覚悟を決めてかかってくる。
おいしいだよ。敵の兵士はあの諸葛亮だ。きっとなりたい。例えば金だ。兵器を置くのにちょうどいい。楽しくなってくれ。王黎明が討ち取った。よし、早くに立てたな。劉備殿、報告、障害物で道を塞がれました。これでは劉備を追えません。死の魂。
晴らしい身のこなしですね。参考になります。私の心臓あなたの魔力を今だ。で楽しくなってくる。敵の要素を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。十分な足止めをできました。竜の手に切って。そもそも行くぞ。追いついてきたか。いや、まだ戻らんというのは聞こえてくれ。無策で済まされる身分。俺もずらかるぜ。敵将宝黎明が討ち取った。劉備は白帝城と言っていたか。ならばそこで奴と雌雄を決しようぞ。敵も次こそは決戦の域で来る。ならばそれがしの全力をもって対されば。